ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さあ、フラグが立つかわからなかったので、まあいろいろと探索をした上でですね、で、あ、これフラグだなと思ったんで撮影を開始したわけですね。どっからね、撮影すればいいかわからないんですよね。ドラクエ9はね、ストーリー性があるんだけど、もちろんあるんだけど、あのフラグ立てが難しいからあの勝手にこう順序よくポンポンポンって来ないから、離したり大陸移動したりしなきゃいけないから、どっから取り出せばいいかね、よくわからないんですよね、9はね。だからこういう形を毎回取らさせてもらいますね。どうやら果実はあるみたいですね、この雰囲気だと。この左のお姉さん怪しいですね。族長の息子として見事手柄を立てろと。お任せください父上。ああ、これはあれかな、ダメ息子フラグかな。ワンチャンあるな。魔物が出た。ナムジーよ、準備はいいか。やっぱりそうだよね。お待ちよ、ここは旅のものよ。いいよ。二つ返事。いいよ。さらっと倒してきてあげるよ。さあ行きましょう。やったぜ。バトルだ、バトルだ。道を塞ぐだ。塞ぐだ。塞ぐだ。村人みんな強えな。目があった瞬間消えてしまった。何だったんでしょうね。ふむ、なかなかやりおるわ。口だけは達者だなこいつ。お前たち、魔物退治へ連れて行け。父上へ。こんなんじゃ育たないよな。やっぱ順序だってこうね、成長させてあげないとダメですよ。ハンターハンターのね、ゴンのお父さんジンもね、ゴンが育つためにね、順序よく育っていくためにグリードアイランドを作ったわけですから、やっぱ順序立ててね、こう育てていかないとダメなんですよ。集落の北にある狩人のパオで身支度をさせている。集落の北ね。あー、そこか。はい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 。なんか一つあったんですよね、もう一つ集落が。まあ、あらかじめ行ってるんですわ。この大陸周辺をブワーっと歩いてみて、なんかあるな、あるかなって。ここのお家だけまだ入ってなかったな。一応見ていこうか。ハフウェア、パル様。パルモン。パルモンか。さあ、じゃあルーラーでシャッと飛んじゃいましょう。ルーラー、パー、飛べないのか。じゃあ、カルバドの集落、最低でもここまでは飛ぼう。外出る、若干短縮できたぞ。じゃあ行きましょう。あの、北にあるやつがそうですね。北にあるなんか、目みたいな。クラゲみたいな。あれがそうです。これですね。おい貴様、怪しいやつ。おお、吹っ飛ばされた。なんと、しつこい。
戦う気は一切ないみたいですね。まあこれは追いかけていくフラグかな。で、話を聞いて一緒についていくフラグですね。間違いないですね。馬の扱いは得意なんだ。どこ行っちゃった？ナムジン？ナムジン？テムジン？ナムジンか。あなたは父親に言われて僕を手伝いに来た。うん。いいえ。どうやらあなたは話のわかるの方のようです。さてと僕はやることがあるのでこれで失礼します。出ました、黒ギャル。どうすればいいんだろうな。やることって何なんだろうね。だからどこ行っちゃったんだろう。こっちかな。あっち行ったりこっち行ったり、どこ行っちゃったんですか、テムジンさんよ。馬の世話でもしてるのかな。いないよね、でもね。ひひーん。来たね。まさか一人で出ていくとは。はーい。黒ギャルに言われるがまま。かわす、かわす。かわす、オッケー。おっと、爆弾岩。これは、左下に見える、あれはなんだろうな、洞窟かなっぽいところに多分向かえば間違いないと思いますけど。よくこの道行ったな、テムジン。あ、ナムジン。よく行ったな。こんだけワンサか魔物いるのに。さぞかし追われたろうに。さあ到着。多分ここですね。なんかあるぞ。なんか祠 BGM。 おー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 、今はここでおとなしく母上の墓を守っていてくれ。やれやれ、今の話を聞かれたからにはお話ししましょう。僕の友達ポギー喋ってたよね。草原で倒れてたところを僕と母上で手当てしてから懐くようになった。シャルマナを狙っているあの女は怪しげな術で草原の民をたぶらかし、よからぬことを企んでいる。僕はうつけのふりをしてあの女の正体を暴こうとしていますが、あ、なんだ、できるやつだったのか、騙されてたのは俺の方だったのね。お、あー、ナムジンよ。このままでお前はシャルマナに殺されてしまう。お母さんですね。パル。パルさん。話を聞きましょう。私の姿が見えるのですね。私の名はパル、勇敢なるカルバドの族長、ラボルチュの妻。旅の方、あなたを見込んでお願いがあります。遥か東、岩山のふもと、魔物に滅ぼされたカズチャという村がある。その村に眠るアバキソウをナムジに渡す。あの子ならうまくアバキソウを使ってくれるはず。了解。了解しました。遥か東か。地図を見る感じでは、あの空間だな。了解。じゃあカットしちゃいますか。と。はい、到着。私が道を開きましょう。お。最初ここ来た時はね、開かなかったんですよね。で、改めてやっぱりこうやってフラグを立てると開くようになるんですね。なるほどね。この人は一体何者なんだ。暴き層を手に入れればいいのね。頑張ります。ナムジンを、夫を、そして草原の民を。頑張ろう。ハルさんのためにも。
トーテムキラー、リビングデッド、アバキソウを探さなきゃいけないんだね。本当に光の石、本当にこれは本当にモンスターにやられたのかな。もしかしたらあの果実を食べたあいつの仕業かもしれないですね。ワンチャンあるよね。聖なる草を守る村、アバキ、思わず秋葉って言っちゃいそうだけど、アバキ、よく作ったな。こんなすごいね、崖の上に落ちたら危ないよ。おーおーおー、普通に敵出てくるんじゃん。あれは名前なんだろうな、悪魔神官かな。お、宝箱、悪魔神官っぽいね。井戸か、これ井戸めちゃめちゃ深い設定だろうな崖の上にあんだから。鉄の釘、こいつなんだ、あ、死神兵かな多分。襲いかかってこないんですね。助かるね。追っかけ回された、ほぼエンカウント必死だからね。これは狭すぎるから。うー、宝箱、お、来たね。いいね、小さなメダル。でもなんか一生懸命そう探さなくていいんでしょ、今作は。なんかゲットできるって話じゃん。まあ探すに越したことはないんだろうけど、とりあえず宝箱を吸収じゃなくて回収していきたいんだけど、これはあれかな、真ん中からシルバートレイ、これは盾ですね。前作とかにもあったはずだ、シルバートレイは。盾、プラチナより弱いか、そうですね、シルバートレイとか普通にドンキとか行ったら売ってそう。スライムの冠、命の石、あー、命の石は確かあれだ、ザキとかザラキ系の一発し攻撃から確か守ってくれる、確かそんな、うん、能力だったはず。おお、めっちゃ人いる。明らかに死んでるけど。そうか、魂がここに、パル、秋葉草2、ありがて草が生えてるだ、魔物が秋葉草の城を浴びるとたちまちバゲの皮が剥がれる、つい伝えがあるだよ。そうか、そのための暴きそうだったんだよね。これか。でででででででーん、トゥ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 ーンじゃないんだね、ここもね。おお、すげえ、目玉に見える。クロギャル優しいな、教えてくれるのか。うん、いきなり飛んじゃってもいいと思うんだけど、一つなんか下り階段あったよね。ちょっと見ていこうよ。宝箱も一個取り損なってるけど、青だからまあ大丈夫だとは思うんだけど。いけねえ。これはどうよ。まあ、おお、エンカウントした、全然見てなかったぞ、画面。グール、妖術師。なるほど。通常攻撃と、攻撃と、イオラと、攻撃で。イオラ、来い。よし。OK、妖術師倒したのはでかい。グール系は基本的に素早さが低いはずだから。先行して。グール D。いいね。もうあとは、あ、もうメラミ一応打っとくか。くらえ。おお、かっけえ。暴走したら200もいくのか。この坊主やるな。なかなかやるな。さて、じゃあ、一応この、カズチャ村の下り階段だけ見て、でこのパート終わろうかなと。あ、ついてた、取るか。まあだって、敵いたのかい。ガオン、グール、なるほど。
これワンチャンさ、ワンチャン応援トラジャー攻撃グールイオラ攻撃とかでもワンチャンあるだろこれ。どうだろう。あー惜しいな。惜しいな。いいねいいね。グール先倒してオッケー。トーテムキラーかっこガオンか。惜しかったね。ワンチャンイオラ応援からのイオラあったな。もう少し魔力が上がれば。え強い。あーマジか。無駄に先攻撃食らうことになりそう。8、ね、テンション上がった状態の通常攻撃で8か。ヒットポイント系なんだろうな。そしたら清めの水。うーん、一旦回復しとこうか。なぜかトラジャのヒットポイントがすごい下がってる全然気づかなかった。与えたくない。いいよいいよいいよ。かわそう。雑魚戦はそんなに時間取られたくないよ。さあこの下どうなっているのか。いや結構広くね。宝箱がある。宝箱見て終わりかな。一応下も確認。これはあーそういうことか。最後の鍵持ってこないとダメなんだね。じゃあとりあえずここまで撮って終わろうか。では次回パオの村からスタートしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。